皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手の元専属通訳水原一平氏の違法賭博問題について詳しく解説していきたいと思います。この問題は全米を揺るがす大きなスキャンダルとなっており、大谷選手にとっても大きな衝撃となったようです。記者会見では複雑な心境を吐露し、正直ショックという言葉が正しいとは思わないし、うまく言葉には表せないような感覚でずっと過ごしてきたと語りました。しかし新しい通訳との相性は良好のようで、少しずつ立ち直っているようです。新通訳のウィル・アイアトン氏はドジャース監督からは超人と呼ばれているほど能力が高いとのこと。日本で15歳まで育ち、通訳としての技量が高いだけでなく、元プロ野球選手なのでプレイヤー側の気持ちもわかるそうです。これまでは水原氏が隅々まで面倒を見てくれていましたが、アイアトン氏に代わってからは大谷選手が他のスタッフや選手と直接やり取りをする機会が増えました。かえって周囲とのコミュニケーションが深まったのだそうです。一方、水原氏は大谷選手の口座から約6億8000万円を無断で送金し、ブックメーカーへの負債の返済に当てていたとされています。この事実が発覚したことでドジャースから解雇され、 FBI、IRS、国土安全保障省など複数の機関による捜査の対象となっているのです。 FBI が違法賭博の同元であるマシュー・ボーヤー氏を捜査していると伝えられてきましたが、国土安全保障省が乗り出してきたということは、ボーヤー氏の背後に国際テロ組織のような巨悪がいる可能性が疑われているということです。国土安全保障省はテロ対策を軸に、アメリカはもちろん同盟国への脅威を取り除くことを目的としており、100カ所近い国や地域に拠点があり、海外に駐留する捜査機関としてはアメリカ最大の組織なのだそうです。なぜこんな仰々しい機関が捜査に乗り出したかというと、国土安全保障省はマネーロンダリングも監視しており、テロ組織などの資金源につながりかねない違法賭博も取り締まりの対象としているからだそうです。つまり水原氏は大谷選手から奪った大金をブラックマネーとして裏社会に流していた可能性があり、その資金の流れについて都合の悪い勢力がいるのは間違いないでしょう。借金を抱えていた水原氏にも裏社会から様々な脅しがあったはずです。だからこそ大谷選手のお金にまで手をつけてしまったのでしょう。ギャンブルの同元であるボーヤー氏に絡め取られ、借金でどんどん追い詰められていった水原氏が命の危険を感じる瞬間があったとしても不思議ではありません。現地では水原氏は大谷選手の口座から送金した約7億円以外にも借金があったと報じられています。国土安全保障省は IRS と連携しながら水原氏の捜査を進めているようですが、 IRS は2021年から2023年の間に違法ギャンブルを100件以上調査し、そのうち89件が起訴されたそうです。起訴された事件の有罪判決率は 96% であり、水原氏も何らかの罪に問われる可能性が高いでしょう。一方、アメリカ人の間では大谷選手への疑惑も拭えていないようです。 100% 大谷は賭博に関与していないことを信じていないアメリカ人も多いとのことで、捜査の長期化は避けられず、今シーズンはスキャンダルの影が付きまとうことになりそうです。大谷選手が雑音を封印するためには再び周囲を黙らせるような快音を響かせるほかありません。そんな中、水原氏の通訳としての能力についても注目が集まっています。現地のプロからも卓越した能力だったと評価されているのですが、新通訳のアイアトン氏とはスタイルが対照的だと指摘されています。水原氏は憑依型ともいえる通訳スタイルで、大谷選手のパーソナリティをそのまま伝えつつ、より具体性を持たせる訳出が得意だったようです。例えばドジャース入団直後のインタビューでは、大谷選手の曖昧な発言をより具体的な内容に訳出し、球団の姿勢に感銘を受けたことを伝えていました。また WBC では質問の意図を瞬時に判断し、最適な言葉を選んで訳出するなど、並みの通訳ではなかなかできない芸当を見せていたそうです。一方、
アイアトン氏は直訳に近いスタイルで大谷選手の婉曲表現などもそのまま訳出してしまう傾向にあるとか、例えば水原氏の違法賭博問題に関する記者会見では大谷選手の発言の一部を省略して訳していたことが話題になりました。大谷選手の態度を正確に伝えるという意味では押さえておかなければいけないポイントだったのかもしれません。ただ大谷選手自身の英語力は着実に向上しているようで、メディアから英語で質問されても通訳される前にすでに理解している様子もしばしば見受けられるそうです。2023年のアメリカンリーグ MVP 受賞の際のスピーチでは非母語である英語で長いスピーチをこなし、終始落ち着いた態度で話していたことから語学のセンスも感じられたとのこと。あと1-2年もすれば通訳なしでの活動も可能になるかもしれません。さてそんな水原氏ですが、妻についても注目が集まっています。元ファイターズガールだったのではないかとの噂があったのですが、これについては大谷選手と水原氏本人が完全に否定しました。妻は一般人のようですが、水原氏に似ている野間恵梨香さんとのそっくり説もあったようです。二人の顔のパーツや雰囲気が確かに似ていることから、野間さんが水原氏の妻だと思われていたようですが、あくまで別人だったようです。そして現在、水原氏夫妻は離婚するのではないかと噂になっています。その理由としては、ドジャースを解雇され、無職となり収入源がなくなったこと、再就職が難しいこと、ギャンブル依存症であること、6億8000万円もの借金があること、妻を裏切ったこと、学歴詐称疑惑があること、今後の捜査の影響、マスコミに追われること、子供がいないことなどが挙げられています。特に借金の総額については SNS 上でも大きな話題となっており、離婚確定といった声も上がっているようです。水原氏が妻を巻き込まないために離婚を選択する可能性も十分にあり得るでしょう。また妻も夫のギャンブル依存症や違法賭博については知らされておらず、裏切られたと感じているかもしれません。さらに水原氏の最終学歴がカリフォルニア大学リバーサイド校卒業と公表されていましたが、同大学の広報担当者は水原氏が同校に通っていた記録はないと話しているそうです。妻はこの学歴詐称疑惑についても知らなかった可能性が高く、ショックを受けていることでしょう。そして今後の捜査の影響やマスコミに追われる生活を考えると、水原氏が妻のことを考えて離婚を選ぶかもしれません。水原氏夫妻の間には子供がいないようですが、子供がいない場合、離婚を考える際に子供のことを考えて一緒にいるという選択肢がなくなるため、離婚に踏み切りやすいのも事実です。ただこれらはあくまで憶測の域を出ないものであり、もちろん実際に離婚するかどうかは本人たちにしか分かりません。さて現在の水原氏の状況ですが、妻の実家がある福岡に逃亡しているのではないかと言われています。違法賭博問題が発覚して以降、水原氏は姿を消しており、どこで何をしているのか詳細は明らかになっていません。しかし関係者の話によると、水原氏は福岡の妻の実家に身を寄せているようです。妻の実家があることから身を隠すにはうってつけの場所だったのかもしれません。また水原氏は現在通訳とは全く関係のない仕事に就いているとの情報もあります。具体的にどのような仕事なのかは明かされていませんが、表舞台から姿を消し目立たない仕事を選んだのかもしれません。一方でアメリカでは複数の機関による捜査が進められている最中であり、水原氏が日本にいるからといって安心できる状況ではありません。今後身柄の引き渡しを求められたり、日本でも捜査が行われたりする可能性は十分にあるでしょう。また仮に刑事責任を問われることがなくても、社会的信用は大きく失墜しており、通訳としてのキャリアに復帰するのはかなり難しいと思われます。水原氏の今後の動向は注目せざるを得ませんが、同時に大谷選手の動向にも注目が集まっています。大谷選手にとっても難しいシーズンになりそうですが、彼の活躍で再びファンを熱狂させてほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。